あ、メール来ましたね。え、何？ラジオネーム、口癖はソイソース。山里さん、危険です。世界に潜む11人のピンク色の髪の暗殺者のうちの一人ですよ、きっと。あのフリーアナウンサーとも綿密な連絡を取っているはずです。いやー、そんなネットワーク、あ、その前、フリーアナウンサーって誰のこと言ってんのこれ。ちょっとわかんないですね、私は。で、こういうこと言ってると、なんていうの？あの、なんだかんだで、そういうのいじってんじゃんって。お互いウィンウィンな関係なのって思ってるんだけど、これが嫌なんですよね、俺。うん。その、ね、なんか今もう言われるんですよ、なんか、ね、ネットでね、結局なんか、山里のそんな援助状の一つでしょ、つって。ね。いや、僕はもうこれをきっかけでどうこうなろうと思ってませんし、あの方をどうこうしようとも思ってません。はい。ルール違反ですよ、あの方も。あの方ね、そのね、不毛な議論の身内には、もう二度と、もう姿を現しませんし、あなた様の名前を使いませんみたいなこと言ってるけど、ガンガン使ってんだよ、ブログだなんだで。先輩には絡むわ。ね？恐ろしいわ。もう、アウトデラックスはまたそれが数字が良くてね。すごかったんですよ。おまご好評いただきまして、ありがとうございます。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 こっちは。